最近見てるアニメ教えてくれ。なんだろうね。あ、ジョジョは見たよ。ちょろちょろ見てる。ただ最近、また見,見れてなかったけど、体調良かったからマジで。ね、まあ、3部までは全部見たよ。まあ、俺はちょっとやっぱ文句あるよね。文句あり、ありま、ありますけど。だ、あのさ、これさ、聞いちゃいけないことだったら申し訳ないんだけど、あのさ、 空城城太郎のさ、帽子とさ、髪型がさ、一体化してるのあれなんなの俺すげえ調べてるわけよ。なんだこの帽子つって。俺すげえ調べてるんだけど、その謎が解けないのと、アブドゥルの服のハスコラなんなのあれ。<laughs> あれ仕様なの。めちゃくちゃ俺調べてんだよ。めちゃくちゃし、し、調べてるけど、あとさ、アブドゥルの、 服にが、がさ、ボツボツってついてんじゃん。あれおそらく、荒木彦丸だっけなんだっけ彦丸なんだっけ荒木弘彦だっけが黒人を表現するときに、あの、ハスコラを使ってるんだろうなって。アブドゥルのあのボツボツ。気になってしょうがないんだよな、俺。アブドゥルのボツボツ。その二つがまずずずーっと、気になってますね。で、俺は気づいたんだよ。共通、共通項に。 黒人のキャラクターが出てくると、服がボツボツ。ボツボツってどこのことちょっと待って。アブドゥルで調べるわ。これ、これ、これ。ねえ。このさ、アブドゥルのボツぼつこれ、なんかアブドゥルだけなんだよ。ボツボツなの。服が。全部そうなんだよ。アブドゥルの服だけボツボツなの。これ何理由。ほら、ボツボツしてるだろ。 お前 <laughs> ボツボツしてんじゃん <laughs>。これ何これアブドゥルの服のボツボツ <laughs>。ニキビなのずーっとアブドゥルの服のボツボツが気になってしょうがないんだよね。俺今弱い33にしてジョジョをまっさらな気持ち、真っ白なキャンパスで見れてるって羨ましくない 俺知らないんだよ。今3話、3部まで見終わったけど。で、4部の、なんか、主人公の髪型が、ものすぎえガイルみたいなってで <laughs> なんだこれ、つって。1部、2部、3部、全部、おもろかったわ。さらに4部もおもろいんだ。1、2、3。全部おもろかった。<laughs> アブドルいつの間にか死んだけどな、ほんとだよな。<laughs> せめ させめてディオに殺されてほしい。変なやつに。変なやつに時空をさ、時空の狭間にと、ね、飛ばされて、しかもさ、死んだ後にさ、あの、煙となってでてきてさ、ポルナレフ、お前に後は任せたぞ、みたいな感じで、親指立ててさ、天に召されてったじゃん。あん時のアブドル、まだブツブツなの。俺、それがもうほんとおもろくて、お前さ、気泡になっても、ま、服ブツブツなんだなって。もう気になってしょうがないわけよ。 なんでお前幻想世界でもお前の服ブツブツなんだよ。イギー死んだらほんとずれだけね。その、俺だからイギー死ぬって分かったの。で、その時、なんか女と、なんか女かなんかと見てて、ジョジョ。で、 イギーって死ぬんでしょみたいなことで俺が言ったら、そ、そいつめっちゃジョジョ好きなのね。そう。でもまジ、本当にイギー死ぬシーン泣けるのイギー死ぬシーンマジで泣けるのっつって、え、じゃあどういうふうに死ぬんだろうってなったら、で俺すげえ楽しみにしたの。なんかいまいち泣けなかったね。突然死んで。なんなら俺イギーがまだ仲間と認識していない自信だわ。柵が崩壊してるしい、いきなり。 一番最初25話ぐらいでさ、イギー出てきたときにさ、わあ、んなこのぶつかわない犬、これがイギーか、すげえ楽しみだって思ってたら次の話で、もう次の話でデフォルメした、されて可愛くなってたわ。なか頭でかくて。いきなり喋りだして、かいきなり、俺は、俺は俺を許せる、わっかみたいなこと言い始めてるし。あの変な、コンドルと戦ってるときにさ、いきなり俺、第、第一人称俺。 俺は俺を許せねえんだよ突然仲間にいきなり喋り始めてるし。<laughs> 漫画も同じなんだ。うん。ソペットショップ <laughs> 犬。犬好きの子供は見殺しにできねえんだよっつって。何がいいってさ、3部の何が面白いってさ、主人公が圧倒的。なんかね、その、 グラフ化されてんの、能力が。で、他のやつさ、なんていうの、パワー C、スピード E、持続力 C とかなのに <laughs>、主人公のやつだけオール A なのね <laughs>。いきなり最強のスタンド持ってるっていうのが、マジで見てて安心できる。とりあえず上太郎が来れば、あの、負けることはないっていう。あれいいよなすっごい楽。 あ、距離 A じゃないんだっけど、距離 C とかなんだっけ最後なんでジョータルは空を飛んだぞ。俺もそれ気になってたんだ。いきなり武空術を覚えて、オーラ、サイヤ人化され、サイヤ人みたいなオーラで初めて、もう自由に空を飛び回ってるのね。そこがいいところだよな。無視。読み手の気持ちなんて無視。突如として、時間も止められるようになった。 もろいわ悪いなジョジョトークし,てしまってあのー「俺は5秒止められるんだ」みたいな,なんか時間を止めてくる敵がいるわけよジョジョっていうアニメの第3部っていうところのラスボスが時間止めてくるんだけど5秒しか止められないんだみたいなこと言うのなんかだとしたら多少早口になって説明してほしいのに時間止めた上でこの自分の能力の説明するんだけど今俺は時間を止め 俺が時間を止められるようになったらは、かれこれ半年前に遡る。なんとかなんとかで、こういう理由があって時間を止められるようになった。ちなみに今1秒経過。ジョータロウ、お前もまさか動けるのかどれぐらい動けるようになったかお前、俺の、俺の算段だと、お前は数秒ぐらいし、数秒、多くて3秒ってところが、ちなみに今2秒経過。みたいな感じで,で、てその5秒間で15分ぐらい使うわけだ お前、もう早押ししろよそんな、時間がもったいねえだろって、そんなお前が説明してなかったら、絶対、俺やっぱ、そのダークヒーローみたいなの好きだから、俺お前応援してんだぞって、言ってんのに、ずーっと無駄話してて、ほうほう、ジョ太郎お前も動けるのかお前、今わしのこと目で追ってきたなちなみに今3秒経過だみたいなことですね。<laughs> お前がその説明してる間に、普通に攻撃すればいいじゃねえかって <laughs> あと単純にディオの声、声優が好き。はぁー、みたいな。<laughs> そんなこと言ってねえな、それに近しいこと言ってたんだよ。<laughs> 近しいこと言ってたんだ小安なんだ、小安。<laughs> そいつの息子、今のアニメで主人公っすよまじマジで。えディオの子供がってこと <laughs> あ、そうなんだ。 小安,小安久保タイトみたいないや何が面白いってさそれ継承システムめっちゃ面白くない継承システム100年とか経つけどさちゃんとね継承してるって <laughs> ネタバレするのもうなんかもうネタバレもクソもねえだろもう30年ぐらい前の作品だぞあんなに面白かったとは謝罪します ジョジョファン、世界で一番キモい説。俺は提唱してたんだけど。俺はもうア、アブドゥルのように生きていくわ。なんで今まで毛切らいしたのいや、なんか、絵が好きじゃなかった。ジョセフがディオの能力に気づく描写すごくないなにぃ家い院名 なんで最後の力を振り絞って時計を壊したんじゃ時計を壊す時計を壊す時を止めるまさか課教員めお前これが伝えなかったのが察し良すぎるよね、あいつ。絶対わかんねえよ、あんなの。遊戯王見えてるけどクソつまらんな。俺世界で一番遊戯王好きなので。 な、な、なのにもかかわらず、俺が見たアニメの中で一番つまんなかったのは遊戯王だわ。マジで苦痛でしかなかった。どんなアニメでも見始めちゃったらサンクコストになって、最終的には楽しめるっていうのが俺の、そう、行き地かなり狭いから。だけど、15分見て本当に見れないっつって勘弁してくれって。城之内くん。